伊藤潤二は日本の漫画家。岐阜県生まれ、千葉県在住。ホラー漫画家として有名であり、代表作は、富江シリーズ、渦巻など。映像化された作品も多い。保育園児の頃から、梅津和夫、子が新一らの怪奇漫画に熱中し、自らも怪奇漫画を描き始める。岐阜県立中津高等学校卒業。1984年。 鹿木講師専門学校卒業後、鹿木講師になる。愛読していたハロウィンにより、梅津和夫賞が創設されたと知り、梅津和夫に自分をアピールしたいと考え、投稿を決意する。1986年、投稿した富江が第1回梅津和夫賞にて、加作入選誌デビュー。当時の選考委員は、梅津和夫、稲川淳二、菊池秀幸など、 その後しばらくは、鹿木講師と並行して漫画家として活動していたが、1990年に鹿木講師を退職し、漫画に専念。また、小賀新一、ご茶漬けのりと共に、それぞれ自身の作品を映画化するプロジェクト、小順茶を立ち上げ、実写映画、富江の脚本、監督を務めた。2015年、ワウワウの連続ドラマ W。 闇の伴奏者の劇中漫画を担当。さらに同年、台湾にて展覧会、伊藤淳二恐怖美学体験大展が開催された。2018年、伊藤淳二事前傑作集が第30回、アイズナー賞にノミネートされる。2019年、フランケンシュタインがアイズナー賞で最優秀コミカライズ作品賞を受賞。 今作が伊藤初のアイズナー賞受賞作である。2021年第33回アイズナー賞で最優秀アジア作品賞に地獄星レミナベストライターアーティスト部門に同作と伊藤淳司短編集ベストオブベストの2作品が選ばれる。ベストライターアーティスト部門を受賞した日本人作家は伊藤が初である。2021年8月 朝日新聞出版が開催する朝日ホラーコミック大賞にて審査委員長を務める。ホラー漫画の執筆を中心とする。お笑いが好きでホラーでありながら笑いの要素も意図的に含んでいるという。作画やアングルにおいて大友克洋の影響が指摘されている。2006年4月上旬に月刊ホラーエイムに掲載された 第19回ホラー A m 新人漫画大賞期大賞受賞作が伊藤淳二の作品なめくじ少女に告示していることが指摘されたため受賞が取り消された2006年にイラストレーターの石黒彩子と結婚したしばらく母と石黒と暮らしていたが現在は千葉県に引っ越し子供が二人いる母と妻は非常に仲が良く結婚前から同居していた 猫のヨン、ムーを飼っており、エッセイも出版したが、ヨンは心臓発作で亡くなり、ムーは妻の実家に預けたところがついてしまったため、現在は別の猫、天丸、トン一を飼っている。各作品の詳細などについては、リンク先の各記事を参照。2005年発売の DVD、ドレアマドス伊藤淳二、山上達彦の謎探し戦律の戦律。 おろし金に白い指に収録 VHS。DVD リリース時に、富江アナザフェイスに海外 ABE、伊藤淳二、コレクション原作紹介。2018年1月27日閲覧。ABCD し科医療経済2012年1月号、P23、アイラブ、キャット漫画家、伊藤淳二、絵描き、石黒あやこ天丸と、日、描きたくなる。 猫たち、伊藤淳二さんが、米漫画賞、アイズナー賞デニブモンジュ賞。日刊スポーツ。2021年7月24日閲覧。ABCD 知恵の村、ホラー漫画家、伊藤淳二先生インタビュー、人気作品、富江、渦巻きを生んだ記載。ホラー漫画家、伊藤淳二先生インタビュー、人気作品、富江、渦巻きを生んだ記載。 ロケットニュース24ソシューコーポレーション2012年1月9日ワウワウ闇の伴奏者劇中漫画を公開オーコーン2015年4月17日へ閲覧伊藤淳二、台湾で展覧会富江首吊り気球のフィギュアや原画などコミックナタリー2017年2月3日閲覧 ABC 伊藤淳二、フランケンシュタイオウェブで公開 アイズナー賞受賞を記念。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードッミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ3411352021年7月24日閲覧。AB、伊藤淳二が地獄星レミナと短編集で、アイズナー賞二部門同時受賞。日本人作家賞。コミックナタリー。 h t t p s n a t a ラ y m u c o m i c n e w s 4 3 8 1 4 5 2 0 2 1年7月28日閲覧。最恐れの怖い話ください。朝日新聞出版が、ホラー漫画大賞を開催。審査委員長は、伊藤淳二。コミックナタリー。 https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ43942422021年8月4日閲覧黒沢清との対談夏目房之のによるホラー M2006 年6月号掲載お詫びと新人漫画大正期大正取り消しの報告漫画家伊藤潤二絵描き石黒綾子こ丸と日描きたくなる 猫たち。アイラブ、キャット。2016年3月11日閲覧。伊藤淳二のオムニバスホラー。限界地帯シーズン2が、アエラドットで開幕。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ4451862021年9月15日閲覧。事後予告。ビッグコミックオリジナルホームページ。 2017年4月21日閲覧。A.B. 諸星大二郎と伊藤淳二のビッグ対談。眠気。20ページ掲載。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ1057292021年8月29日閲覧。浦沢直樹、萩尾元、星野幸信。 山岸資子らが描き下ろし、諸星大二郎トリビュート。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー n ュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ4441032021年9月7日閲覧。ab、伊藤淳二、台湾で、展覧会。富江、首吊り気球のフィギュアや原画など。コミックナタリー。 h t t p s コロンススラッシュスラッッシシュュナタリードと n ュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ1568722021年9月な日閲覧。ありがとうございます。